どうだ、こう、こうか。オッケー、こんにちは。待ってください。そう、こんにちは。すごいなんかクリスマス仕様になってる、かわいい。こんにちは、ちょっと待ってください。OK。 そう、ちょっと風邪をひいてしまいました。でも大丈夫です。あ、ジョエルさん、あ、アイラビー、ありがとうございます。あ、香港さん、こんにちは、こんにちは。わーい、すごいなんかクリスマス仕様になってる、かわいい、かわいいです、とっても。こんにちは、おはようございます。あ、おはようございますじゃないか。あ、エースケさん、なんだっけこれ、あ、しゃなんだっけこれ、雪のやつ、ありがとうございます。あ、ロンリーボーイさん、こんにちは、こんにちは。そういえば、あ、そう、ちょっとね、報告するの早いんですけど、そう、ビスイベントまた参加します。頑張ります。ビスイベント、そう、多分18期だと今回はユイだけ出るので、ちょっと負けずに頑張りたいと思います。今日はね、この後レッスンで早めに来て配信してます。あ、しのさん仕事終わった。うわー、やだやだ、あいつどうしてかな。これをこうすればいいのか、よいしょ、 OK、 できた。お、お仕事お疲れ様です皆さん。あ、大阪に出張中の方もいる、やった、かむ、あ、やっほー。え、すごいなんかさ、え、すごいクリスマス仕様になってる、かわいい、かわいい、なんかショールームがクリスマス仕様になってて、かわいいです、すごく。上次郎さん、仕事しながら見てます。おー、すごい、まだお仕事中、お疲れ様です、本当に。しのさん、23日の握手会行くよって、あー、楽しみに待ってます。もう何回でも来てください、ありがとうございます。あ、メリークリスマス、皆さんメリークリスマスです。早いか早いか、とりあえずメリークリスマーす。早い、早いけど、なんだっけ、ハッピークリスマーす。ハッピークリスマーすって、早す、え、早すぎるか、あれ。なんかさ、この前あの X にあのもうすぐ春ってあの投稿したんですけど、冬なの忘れてました。冬、あの次が冬なの忘れてました。マシューさん、はじめまして、はじめまして、イエーイ。あ、ピーチャーさん、どういう忘れ方やねんって。あ、ありがとうございます、いいツッコミありがとうございます。ひーくんさん、ゆいちの中ではもう春なのかと思ってた。いや、そう、ゆいね、もう春だと思ってたんですよ、春だと思ってたけど、
確かにね、まだお正月も来てないし、皆さんにちょっと聞きたいんですけど、お正月って春ですか冬ですか？ジュニアさん、こんばんは、初見です。モバメ取り始めました、いつもメールありがとうございます。モバメ取り始めました、いつもメールありがとうございます。ありがとうございます。もうね、何も面白くしていくので、ぜひ皆さんもメールお願いします。わー、やだ去年はサンタさん来ましたか？サンタさん来ました。何もらったっけな、サンタさんに。何でも、なんか、なんだろう、中学2年生の時サンタさんに何もらったっけ、何もらったっけな、あれだ、お菓子と、何もらったっけ、お菓子と、なんかちょっとしたメイク道具もらいました。高平さん、こんにちは、こんにちは。あ、お正月って冬なんだ、真冬、真冬か。そっか、春だと思った。なんか新年だから春かなって思っちゃった。冬か、冬なのか。そう、その時ね、まだラーメンの感じじゃなかったけど、今はすっごいラーメンのやつになっちゃった。ラーメン気分です。あ、プチトマトさん、クマありがとうございます。かわいい、なんか、かわいい、クマがリボンつけてる、かわいい、かわいいです、とっても。確かに、アッシュさん、春でいいと思うよ、自分が思うように。確かに、確かにね、確かに確かに。今日は何時までしますか？今日は17時50分までやります。ミラーボールだ。何しよう。アズダンスしとこう。変なダンスですけど。そう、皆さん気づきました？私前髪切ったんですよ。ほら、もうね、なんて言ったらいいの？眉毛のここまで切りました。パッツンになっちゃって、本当にね、誰だっけ、ひなのかな、ひなのかあずか忘れたんですけど、パッツンかわいいって言ってきて嬉しかったんですけど、そう、パッツンになりました。前髪芸術的すぎる、芸術的、芸術的ですかね、前髪。ありがとうございます。今月30歳誕生日です。こ、なんで昭和さん、清和さん、ありがとう、おめでとう、あ、お早いけどおめでとうございます。もう私もね、もうちょっとで、あ、ちなみに私の誕生日を言うと、なんだっけあ、3月8日です。皆さんぜひ覚えてください。あ、キムテツさん、雪だるま、ありがとうございます。ひらぴさん、あ、ちょ、結婚してありがとうございます、かわいい。ひろさん、なんだっけ、なんて読むんだ、あ、なんて読むんじゃない、あの、スノーボールだ、え、スノーボール、スノーボール、ありがとうございます。あ、まさかずさん、30歳、あ、30歳じゃない、30日お誕生日おめでとうございます。早いけど、あ、スノードームか、あ、ありがとうございます。あ、ジュニアさん、生誕 T シャツ出たら買います、だって。うわ
嬉しい。あ、あ、おはよう。ヤッホー、出る？じゃあここの横にいるわ。横にいる？うん。皆さん、夢見、サコ夢見です。サコ夢見、前髪つけてきた。え、ほんとだ。え、え、え、かわいい。え、ちょっと待って、作った前髪。作ってない、なんかつけるやつつけてきた。え、でもさ、いつもさ、前髪なくない？ないよ。だよね。え、なんかさ、え、誰って思って、ひなのかなって思った。え、皆さんちょっとサコイ、サコイ、サコイ夢見てくれちゃった。え、見せなよ。え、見せない。え、めっちゃ可愛くなってる。え、あの、あのサコイ夢見が前髪作ってます。皆さん作ってないです。あ、作ったってか出してる。出してます。前髪部分でつけられるの。あ、今日は前髪あります。前髪あります。わ、なんか美味しそうなやつ買ってる。夢見がみんな見たいぞ。だってそう、あのね、本当に、え、可愛いよ、めっちゃ。100 み、え、まっす、かわ、え、見てないのにみんな可愛いって言ってる。可愛い。前髪あり、幼くなりました。だってめっちゃ幼くなった。え、なんか、え、いつもの夢見は、今ここ3年生でしょ、うん、いつもの夢見はなんか中学3年生の卒業式みたいな感じなんだけど、そう、中学3年生の卒業の時期の時期って感じなんですけど、でも今は、うん、え、なんか中学1年生の、うん、ちょっと慣れてきた2月ぐらい、ね、2月ぐらいの感じ。ありがとう、わからない。え、でもゆいと結構同い年ぐらいに見える。褒めてます、ちゃんと。だからさっきさ、ドア来た時さ、え、誰と思って。しかもさ、今あのね、メガネしてるじゃん。わかる、なんかさ、わかる。あ、ちょっとそう言うと、ちょっとあの幼くなりました。そう、中学1年生の3月じゃなくて、あのね、2月ぐらい。え、伝わる、これ伝わる？伝わんないよね、絶対。ね、なんかとりあえずちょっと幼くなって可愛いです、めっちゃ。これさ、見て、いつも思うんだけど、なんなのこれ。夢見じゃん。夢見描いた？描いてない。かわいい。今日早く、早めだね。なんか分かんないけど来ちゃった。えらいよ。でもさっきね、ひなの来てた。んー、ここに？うん、あっち？あっち。やま、ゆいは中1じゃなくて何年生だっけ、中3です。中3。え、あのさ、今度からさ、自己紹介でさ、うん、高校1年生15歳って言えるの嬉しい。かわいいね。嬉しい。早く高校生になりたいな。じゃあ、どうやってコメント見る。あ、こうか、こうか。でも、中学生に見えないよ。本当？うん。なんかさ、ゆいさ、あれって言われる、あの、うわー、びっくりした。あー、あーって。どういうこと？あ、カスミンが来ました。カスミン、カスミン。めっちゃ肉まんの匂いするし、ごめんね。めっちゃいい匂いがする。でもお邪魔してるの映る。カスミン、何してんの？カスミンが来ました。カスミン、ダメだよね。え、めっちゃさ、美味しそう。え、そう、前髪、ね、いや、え、だからさ、さっき入ってきた時と誰か分かんなかった。私も分かんない。ひなのかなと思った。見て、かすみ。やばい、やばい。携帯、携帯がさ、え、ダメなの？可愛いよ。全然可愛い。面白い。待って、充満させちゃった。ごめん。いや、いいよ、いいよ、いいよ、いい匂いだから食べていいよ。今来たのは工藤かすみです。あ、やば、ぐちゃぐちゃにしちゃった。何、赤飯？あ、焼きおにぎり。
あ、でも前髪なんか似合ってない。めっちゃいい。え、なんかガチで中学1年生って感じ。かわいい。え、でも、かわいい。もう赤ちゃんだね。小学何年生だっけ。1年生です。カレー好き。ゆめみカレー好きだよ。カレーインタチーズ好き。おお、いいね。さあ、みんなが集まってきましたけども、本当に可愛いです。まさかずさん、風邪ですか。そう、風邪ひいちゃった。大事にね。ありがとう。ありがとう。え、ね、前髪切った。うん、知ってるよ。知ってる。知ってた。実は知ってた。え、今日さ、前髪いい感じじゃない。うん、いつもね、あの、ひなのからね、前髪3本って言われるんだけど、あ、違う、さえとひなのに前髪3本って言われるけど、綺麗にしました。今日は綺麗じゃないけど。いや、頑張ってね。あ、しました。また後でね。バイバイ。夢見が帰りました。あ、なんか静かになった、急に。今日6本ぐらいあるって。今日6本ぐらいあります。今日はもう6本どころじゃないよ。ちゃんとある、前髪が。やったね。これでひなのから3本とは言わせないです。そうです、皆さん、アビスイベント頑張ります。ね、テロップにも書いてるんですけど。あ、え、ちょっと皆さん聞いてください。話変わるんですけど、あのね、昨日の晩ご飯はなんか韓国グルメみたいな感じで、なんて言ったらいいの、あれ、キムチ、キンパっていうのかな、あのキムチキンパを作って、なんか恵方巻きみたいなやつの中にあのチーズを入れたりとかするんですけど、今日もそれを家に作ってあって、それが家に作ってあって、だから今日はレッスン頑張れそうですって話でした。イエイ。イエイ。めっちゃ美味しいから、本当に皆さんにも食べてもらいたいです。ジュニアさん、ゆきりん先輩のことまだ愛してますか。もちろんですよ、もちろんです。ゆきりんさんはもうなんか愛してる越しちゃってますね、本当に。愛してます、大好きです。もちろんね、そう、頑張ったらね、ご褒美が待ってるんですよ。やった、やったね。家に帰るまでお腹空かない？お腹空きます。もう、てかすでに空いてるけど、でもね、レッスン今日結構時間がね、短い時間なので頑張れそうです。わーい。あ、そういえばさ、すっごいさ、この前コヒの配信でさ、あのコヒとアズだったかな、アズの配信で、だからユイって料理できなさそうって言われたんですけど、できますよ、皆さんできます。ウインクちょうだいって。で、ウインク得意なんですよ、ユイ。ネモテレビお疲れ様。お疲れ様でした。え、皆さん、ネモテレビのアルソック見てくだされましたか。アルソック、はい、けれみたいな。はい、え、なんかちょっと、あのね、皆さんに本当に怖い、私にとって怖い、あの、あれなんていうの、現象が起きたんですけど、そう、書道全力で、あの、もう一日のそのアルソックの研修が終わってから、あの、なんだっけ、あのインタビューを撮られるんですよ。あ、撮ってくださるんですけど、カメラマンの方に。え、その時に、あの、なんか、ありがとうございましたって言ったら、
なんか足がね勝手になんかわかる こんな感じの形になってて、その日なんかアルソックの研修で学んだ動作が自然に出ちゃっててやばいと思って、そうなんか足がもうなんか普通こうやってあの足並べるじゃないですか、なのになんかインタビューしてたらこう あのもう自然とそういう姿勢を取っちゃってて、そうなんかなんて言ったらいいんだろう、なんか頑張りましたそう体で覚えてて、やっぱあのアルソックさんの力ってすごいなって思いました今はね10分ぐらいやったらできますね。あのそうメモして頑張りましたそうメモをして頑張りました。でもなんかあの時ね本当にあの私が聞いた時の先生とか優しくて安心しましたあ、そうだ、そういえばあれです、波動があのズッキーさんにチームビリーブとして選んでいただいてめっちゃ嬉しかった。嬉しすぎてやばいです本当に。誰だ、カスミンか。あー当たった。肉まんの匂いがすごい、ね、本当に。嗅覚どう？え、かわいい。え、デザインしたの？うん、本当に、うん、え、かわいいじゃん。本当、うん、え、もうなんなら体操服みたいじゃない？いやいや、もうカズミンが来たら、うん、もうブランド。あ、やっぱり。ありがとう。今映れる、カズミン。あ、今はダメです。ダメだ、変わんないじゃん。さっきの変わんないじゃん。本当に本当にね、かわいいんだよね、もうみんなは。ありがとう。大丈夫。あ、じゃあちょっとピースだけして、誰でしょう？いや、バレバレやん。バレバレ。誰でしょう？あ、やばい、うずっちゃうから。ねえねえ、いや本当にさ、カスミンバカにしたくなっちゃう。バカにしたくなっちゃうの、ひどいな。やばい本当にね。じゃあ待って、じゃあギリギリしていい？あ、いや、ギリギリっていうゲームやろうよ今から。いくよ、ギリギリゲーム。じゃあ行きますか。でもカスミンです。まだいい？まだいいよ。まだ全然有名じゃない？まだ全然ギリギリ。あ、待って、顔が映ればいいんだからね。髪の毛が見えて、あっどう考えてもアウトやん。でもカスミさ、みんな見たがってるからさ見せない。いや、いいよ、見たくないでしょ別に。いや、え、皆さん見たいですよね。ほらほらほら、やめてやめてやめて。皆さん見たいですよね、絶対に。静かにして。あ、おお。デカビタミンで、やることが可愛いね、あなたは。ありがとう。ほら、見たい見たいだって。パスパスだけ。パス。ほら、おいでーだって。やば。え、ちょっとそこの人の飲む姿ギリギリチャンネル。あ、チャンネルとか言っちゃう。ギリギリチャンネル。だって、え、あ、そう。もうアウトやん。かわいい。ほら、いい音だだって。ASMR 職業にしたら。え、でも私 ASMR やってみたい。え、確かにね。うん、え、でもさ、ゆい絶対さ、暴なんて言うんだろう、暴れ、うん、めっちゃ暴れそうな自信しかない。暴音、もう ASMR じゃなくなっちゃう。え、そう、なんかさ、静かにできる自信がない。確かにね。わかる、わかる、わかる。え、カスミはちゃんとしそう、 ASMR ちゃんとやるよ。え、カスミはちゃんと家で練習してるから。え、マイク使って。いや、マイクじゃないけど。え、でも家もたまにやる。カラオケ やるよね。そう、カラオケのマイクで、だから自分で、あ、こんにちはとか言ったりする。やっちゃうよね。やっちゃう。暴れるっていうか、なんか、お、爆音出しちゃう。爆音なんか、そういうのとかもカーンってしちゃう。わかる。でも笑っちゃうかもね。練習偉いだって。あ、カスミン踊って、カスミン踊って、あ、カスミンダンス。いや、そんなんちゃうし。聞いてください、皆さん。なんか、カスミン公演始まる前のリハーサルでなんか走り込みみたいなあるんだよね。その時になんかゆいちゃんが私の走り方をバカにしてくるんです。
すごくないですか。なんかみんな笑ってくる。いやなんかね、ゆいに限らずなんかみんな笑ってくる。いやカスミンのね走り方は絶対逸材。逸材？これさ進撃のあるじゃん。あーあるね。進撃の巨人の貴公子みたいな、なんかドスドスドスみたいな。ねひどい。マジで泣くよ。いやそれそう本当にそれなのよ、ね。本当にそれ？そう本当に本当にそれなの。あのねこのえ言っていいちょっと。いいあのさアルソックのさ、ね、そうネモースのさアルソックでなんだっけ別れだっけ、うん、あの別れの時にあれあれカスミン 隣だったっけ。隣だったね。あげなかったよねって。いや、ね、ちょっと気あげなかったよね。いやまあ一旦そこ置いといて、うん、あのカスミンと隣で別れって言って、うん、あの後ろに走るじゃん、うん、その時にさカスミンがさこういうさ走り方してて、そうなのよ。なんか一番めっちゃ一番早いのに別れるの、別れるのめっちゃ一番早いの、一番最後なのよ。早いのに到着がなんかなんか別れはいはいはいやめて、はい、でも聞いてちょっとさ話変わるんだけどさ、なんかめっちゃ話変わるよ。あのさアルソックの時にさ、うん、あの手あげなかったよね。えでもあれさなんかあれ4回ぐらい やったよねあれ。確かに私えカスミだけ、うん、私 4,5 回やったよね。えでもなんかカットされてたけど、ゆいはなんかさ一回さ なんだっけ、なんかえなんだっけ、その先生がさ他の18期に聞かずにさ、うん、なんかもう一回って言われなかった。ゆいなんかできてなさすぎて。えみんな言われたよね。でもえでもなんかゆなとかはあ確かにね、もう十分みたいな感じ感じだったけど、でもなんかゆいは一回18期誰にもあのいいと思った人っていうのを聞かれずにもう一回って言われて言われたね。本当にちょっと泣きそうになった。カットされてたけど本当に4回5回ぐらいやったよ。うちは一番多かったね。一番多かったね。え絶対にユイのせいだよね。えユイ ずっと手挙げてなかったの。いやずっとじゃないかな。ちょくちょく挙げてた。挙げてないよね。出ないと合格になんないもんね。ちょくちょく。ちょくちょくゆいはあれは真剣にちゃんとやってた。あ、ありがとう。ゆいだけだったんだね、手挙げてないの。びっくりした。誰か2人ぐらい挙げてないのかなと思ったらゆいだけだった。え、でもなんかにあれ4回、3回目ぐらいで実質2回目みんな挙げてなかったよ。あ、そうなん、うん、だけどでもあれはみんなそういう雰囲気作り雰囲気作り。4回本当に私は一番多かった。え、でもね、もう行きたい？いいよ。え、本当に？え、あでもだ書道全力ってめっちゃ言ってないんですよ、うん、もうあの教訓がさ、なんかもう、うん、頭にさついてるの。え、だってその私アルソックの次の日の、え、でももう一回やったらさできるくない？でもさ次会ったらさなんか進化してそうじゃない？なんかさ、バクテンとかやりそう。レベル2みたいな。あーそう、なんかレベル2みたいな。あれは一部でしょ。だって確かにね、やばくない？え、どうするこの合宿とかあったら。えカスミ泣いちゃう。また泣いちゃう。泣かないでカスミ、ま、泣いちゃダメですけどカスミは、うん、あなんだっけ。でもカスミには一番いいはあのはあなんだっけ、やーやー、うん、一番いいと思った。本当あげてなかったけどね。いやあげてなかったよ。いやなんかそのあ上げてない時の次のあやーが、あーやーが良かった。そう、めっちゃ良かった。ありがとう、嬉しい。さすがだなと思った。確かに、うん、みんなね絶対あそこ感動したと思う。いやまだ結構カットされてるとこいっぱいあるよ。あれだけじゃないよね。あれだけじゃないよ、全然全然、ね、カスミンの何これ誰が描いたの。え、カスミンじゃないのこれ。違う、決まってんじゃん。そこの絵描いてない。いや、うまいじゃん。本当、うん、どうこっちか。え、かわいい。本当、うん、やったね。18期は体育会系だって。確かに、ね、確かに。コヒトがいつも言ってる。ルナーキさんやってないでしょ、うん、カオルさんこんにちは。遅い。こんにちは。合宿、え、何の合宿したい？合宿があったら、え、楽しい系いいな。そうだよね、うん、そうだよね。え、なんかあれやりたい、バーベキュー。あーやりたいね。やりたい。そう、なんか最終日でしょ、合宿の。そうで、その前は、うん、なんかドキュメンタリーみたいな。ドキュメンタリーじゃ絶対それ怖いやつあるね。例えば、うん、だ山登りいいわ。あーいいね。なんか例えばね、なんだろう、私の第一印象は工藤かすみちゃんなんですけど。第一印象は工藤かすみちゃんってすごいなんかアイドルっぽいなと思って。あ、本当に
ありがとう。そういうやつやりたい。ドキュメンタリー的な。あ、バンジーやる？いや、いいけど。え、でもやってみたい私。え、やったことないっけ？ない。え、あるの？ない。ないよね。ない。え、この前さ、ロケ行った時とかさ、年齢制限ってできなかった。うん、ああ、確かに。え、あれ何歳からいいの？18？ 15。え、じゃあ来年？じゃあ行けるよ。いやいや、行きたくないのよ。来年行けますやん。え、初期のネモ富士山登ったぞだって。行きたくない？行きたい。めっちゃ行きたい。あ、そう、カスミンがバンジーやりたいって言ってました。やめて、別に私だけじゃないし、ユイがだけじゃないし、ユイが MC するから任せて。もう前回やってたけど、うん、あれ何の企画でやったの？え、あ、運が悪い人か。あ、そう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 。ん、ハツめっちゃ運良くない？うん、いい、うん、いいっけ。え、だって武道館ソロ弾いたやん。あ、確かに。でも家も弾いたんだよ、センター。センターね、うん、何の曲だったでしょうか。え、何の曲だっけ。あ、言っちゃった言っちゃった。屋上、何、屋上、あ、言っちゃったバリバリ言うやん。あ、バンジージャンプ決定だって。なんかあずさ、あの時めっちゃさ、ぎっすりしてない？ここぎっすり、どの時？え、屋上屋上とらわれすぎじゃない？間違った。あ、カセミンがね、今度カラオケ配信したいだって。いや、言ってないし、言ってないし、そんな。え、今、あ、5位までだって、あとちょっとじゃん。今じゃ5位ってこと？今4、6位ってことだよ。え、ってさっき5位だったんだけど。あ、じゃあ抜かされたんじゃない？なんか声違くない？なんで？何が？なんか声が出ない。う、ほら、じゃ風邪ひいてんじゃないの？カスミンカラオケ配信熱望。いや、そんな歌うまくないもん。いや、カスミンは一応最大だと思う。ね、絶対嘘やんね。思ってないでしょ。なんかね、ビブラートとかめっちゃ入れるんですよ。確かにね。だって初恋さ、感動したって言ってたもんね、前。え、そうそう、なんかいい、めっちゃいい。ユイやんないの逆に？え、ユイはね、ちょっとね、見せびらかしたらみんなびっくりしちゃうかも、うますぎて。あ、確かに心霊スポット合宿やりたい。怖い。やりたい、めっちゃやりたい。私怖いの苦手。確かに。え、でもかすみ先頭歩いてさ、なんか確かになんか怖い人がさ周りにいたらさ、うんうん、怖くなくなる、なくない？確かに。なんか、え、でももうガチのなんかお化け屋敷とかじゃなくて本当の心霊スポット行きたい。やだ。あ、ガチの？ガチの。だからそっちの方がさ、驚かせないじゃん。病院とか。でもなんか、え、そう、病院怖い、病院怖い。28日、え、 STU さんとの対決なのこれ？え、そう、 あ、 そう、あの今日18期はビスイベントはあれユイだけ、そう、アズもね出ないって。まるじゃあ1位目指そうよ。え、目指したい。え、あ、違う、聞いて、あのね、まだこれ X で言ってないんですけど、うん、明日ね、朝の6時から8時やります。お、じゃあ皆さんぜひ来てください。来てください。え、多分さ、またさ、目こんなんでな。そう、皆さん6時から8時です。お願いします。お願いします。絶対早起きですけど、お願いします。起きれるかな、多分起きれる。起きれなかったらやばいよ。え、やばいよね、どうしよう。あのさ、6時からやるって言っててさ、9時に起きたらどうしよう。怖い、やばいね、それは。寝坊しすぎだね。皆さん一緒に早起きお願いします。ゆいが起きれるかわからないね、まず。かすみも来てよ、平日。えー、いいの逆に、うん、あの、じゃあ朝の5時集合ね。妹取っちゃうよ。え、いいよ。ダメダメなんだよ。今何の曲、何の歌を聴いてるでしょう。ゲーム、いいよ。皆さん今からゲームやります。学校前にね、配信します。はい、何の曲を聴いてるでしょう、はい、ゲーム、やってて。オッケー。学校は明日行きますよ、ちゃんと。こんな感じ、振り付けは。え、何それ、皆さん当ててください。え、こんな感じだと思う、多分。え、多分全力反抗期。違う。え、なんだっけな、鈴懸の君の道で
君の微笑みを夢に見るとってしまったら僕たちの関係はどうかってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや恥ずかしい決断のようなもの。違う違った霞後ろに人いる？いるわ。鈴懸じゃない、ハロウィナイト違う。あ、なんだっけ、違った、振り付け違った。ああ最強ツイッターが違う。え違う、最強ツイッターこんな振り付けあったっけ。ちょっとこれ、あーそういうことか、違うか。あの、寒暖差って曲違う、あそういうことか、寒暖差か。あ、ホージングキー違う。え、これこれベイビーベイビーベイビー、あ、言っちゃった。ベイビーベイビーだそうです。ベイビーベイビーベイビーのデカイト48バイト。おあ、そう、そうなんだ。そう、珍しいデカイト48さんの曲聞くの。ゆういちさん、お手紙届きました、届きました、ありがとうございます。かすみさ、かすみの10愛のクリエーションの聞きたい、ゆい、めっちゃ。いざそう言いましょうね。ねえやだ、くっそくっそ。どう、よかった今の。よかった。あとじゃあかすみギリ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 ゲームして、またまたギリギリチャレンジ始まるね、これ大丈夫だから。行くよ、いいよ、頑張って。下から行くの、え、下から歯、下から歯って何。行くよ、いいよ、よーい、スタート。あ、待って、まだまだ行ける、まだ余裕だよこれ。まだ、あの、かすみの、あ、これギリギリこれギリギリ、いや、まだまだ目が映るまでギリかな、え、ギリ、まだいける、これ、これ目じゃないよね、え、これは、これはどう、あ、映った映ったあ、J ポーズして、だって。あ、ちょっと、あれ、あ、裏技する、裏技しよう、裏技しよう、あ、あ、あ、誰、誰、皆さん誰が来たでしょうか。いくよ、 J して、こうして、せーの、あ、しにくいよ道ちょっと待って、いくよ、はい、 J、 J をこうやって合わせるとハートー。おおお、誰だ、誰だ、手で当ててください、手で当ててください、この人誰でしょう。ヒントはね、同期ヒントは同期いや、本当にね、鼻水が止まんないの。さえちゃん、さえちゃんじゃない、あ、ゆめみんじゃない、誰でしょうね、なんか、やだやだじゃない、ゆなちゃん、あ、惜しいわ、ちょっと惜しいです。ひなのと、惜しいとか、あ、全然名前出ないやん嘘でしょ。あ、いや、ギリギリさ、さっきからギリギリチャンネルやってるのか。あ、そうなの、行くよ、うん、そうだね、ギリギリ行くよ、行きます、はい、誰でしょう。あ、まだまだまだ、あ、あ、こうで、まだ動かさないでね、顔、はい、ここ誰でしょう、これ誰でしょう、これ手震える、ちょっと待って手震えるんだけど、あー、コヒじゃないです、あ、ちょっと下から、はい、はい、これです、はい、はい、誰でしょう、あ、あ、来た来た来た、ヤギ小豆、ヤギ小豆、あ、待って、あと3分だった、気づけば、ランキング読まないと、はい、あず、あ、あんま映さない方がいい、今、ヤッホー、カスタード、チョコレート派のあチョコレート派、チョコレート派、あずです、これどうやってすんだっけ、これやってる、これ、うん、累計ランキングだっけ、うん、これだよね、そう、何位からだっけ、13位からか、はい、じゃあ全部に、あの、なんとかチーつけるね。じゃあ13位レイレイチさん、ありがとうございます。次、あ、次とか言っちゃった。12位シュンゴチーさん、ありがとうございます。次、11位ヒンメルチさん、ありがとうございます。次、10位大野貴文千さんおかしいチーつけるのありがとうございます。次、9位ピーちゃんシティさん、ありがとうございます。
次8位ひろちさんありがとうございます。次7位、あ、ゆいちちさん、ゆいちさんありがとうございます。おめでとうございます。次6位ひらぴっちさんありがとうございます。ありがとうございます。次5位まさかずちさんありがとうございます。次4位キムテッチさんありがとうございます。次3位ファイヤーチさんありがとうございます。次2位韓国ペンギンチさんチさんありがとうございます。あ、次第1位はセイチさんです。セイチさんありがとうございます。豚骨のガム皆さん今日はありがとうございました。そう、今日はいろんなねメンバーがいました。そう、今日50分までなんですけど頑張ります。これからレッスンがあるのでたくさん頑張りたいと思います。明日は6時から8時まであります。6時から8時です。皆さん待ってます。ありがとうございます。早起きですけど皆さんなんかお仕事前とかにゆいち見て元気になってください。ファンサください垂れちゃう。6時から8時、早いかな、早いかな、まあいっか、とりあえずします。じゃあ皆さんこれからレッスン頑張ります。バイバーイ、ありがとうございました。待って待って、あと1分ある、あと1分ある、イエーイ、ヤッホー、あ、なった、バイバーイ、またね。あ、どうやって消すんだっけ、あ、バイバーイ。